新視点ニュース人権団体の最近の報告によると中国共産党以下中共は30カ国以上に公安通報窓口となる海外警察拠点を設置し23万人の中国人を説得して中国に帰国させているとのことですまた政治犯の三親党以内の親族を監禁または処刑する三大刑罰という北朝鮮の刑罰を取り入れたといいます連座性の概念を取り入れたのです ニュースの新しい視点へようこそ9月スペインに拠点を置く人権 NGO セーフガードディフェンダーズの報告書「海外110」公安通報窓口「中国警察による海外活動の暴走は」は中共が世界各国に海外110の警察拠点を設置しトロントで確認された3拠点をはるかに上回る数の警察拠点があると警告しています。また中共警察は 政治犯の三親党以内の親族であるなら犯罪に関与していなくても投獄または処刑することができるという北朝鮮の三大刑罰を採用していることも指摘されていますこの方法は中国の歴史上悪名高い連座という概念に似ていますこれは中共の警察が体制に対する脅威と思われる人々を標的にした刑罰の一形態です中共警察が標的の子供配偶者 両親を含めた親族まで脅迫するのは珍しいことではありません例を挙げるならこの方法によりさまざまな人権活動家や活動家に対して服従を迫っていますこれは拷問と並ぶ中共による悪性の切り札となっていますさらに公開された情報ではより広範で複雑な制度によりこの行為を行われていることが明らかにされていますセーフガードディフェンダーズによると 中共政権は著名な現体制反対者や亡命者が中国への自発的な帰国を望んだ場合彼らを拘束逮捕するだけでなく罪のない親族まで投獄しているとのことです同人権団体が新たに発表した報告書によると中共警察が海外在住の中国人を帰国させ刑罰を受けるよう説得する行為が大規模に増加しているとのことです中国国営メディアは 2021年4月から2022年7月までの間に、こうした説得によって全部で23万人の中国人が帰国したと主張しています。報告書によると、帰国の説得は中共が犯罪者を自ら帰国させ、自首するよう脅迫する主要な方法で、フォックスハント、キツネ狩りとテンモーという2つの大きな作戦があり、対象者には多くの振り込め詐欺容疑者が含まれます。 しかし犯罪を犯していない多くの家教や中国国内の親族もまた中共から嫌がらせや脅迫を受けています新型コロナウイルスによる渡航制限が世界的に行われ中国への渡航制限がさらに厳しくなっている時期であることを考えるとこの数字は異常と言えます中国内外の多くのメディアがこの数値を報道したことで中共警察が海外各国に海外警察拠点を設置している事実が明らかになりました 中京は30カ国54か所に海外110公安通報電話窓口拠点を設置しておりそのうち3か所はトロントにあることが分かったのですしかしこの報告書の執筆者は実際の数字はさらに大きいい可能性があると警告しています。これらの海外公安通報窓口拠点は福建省の福州公安局浙江省正電圏公安局が管轄しています 同人権団体の調べによるとスペインやセルビアなどにある中国行政機関の政府文書には中共警察と緊密に連携して標的を追跡し中国へ強制帰国させていることが記されていました政府ガード・ディフェンダーズの創設者で報告書の共同執筆者であるピーター・ダーリン氏は大紀元時報の取材に対して報告書が発表された後 北米や欧州の警察や関連政府機関から中共の海外電話窓口についての問い合わせがあり少なくともいくつかの国はこの問題を認識していることが判明したと話していますダーリン氏の報告は2018年7月5日に中共が発表したプレスリリースを引用し中共国務院の2018年全国暴力団犯罪特別闘争監督作業計画との関連性を指摘しています 宗教機関紙の2019年1月報道によると2018年7月から9月にかけて北京当局は河北山西遼寧福建山東河南湖北関東重慶四川など10省で1ヶ月間の第1回目の監督訓練を実施しています同年4月報道によれば中共当局は浙江省などの11省で2回目の監督教育を実施しています 一連の各地の警察や政府の通達や文書を解読した結果各地の警察は中共からこれらのターゲットとなった人を中国へ帰国させるよう説得する指示を受けていたことが分かりました例えばターゲットの中国の家族が融資を受けられないようにしたり医療保険を停止したりパスポートを没収したりなどさまざまな方法で圧力をかけていることが資料から判明したのですこれらのの方法の中で おそらく最も監視管理主義的なものは子どもたちが教育を受ける権利を警察が奪うことができるというものです各地の警察も罪を犯していないのに容疑者として扱われている人がいることを認めていますしかし合法を装うためこれらの人たちは犯罪容疑者とされてしまっています法による統治の時代に入り完全な法律体系を確立したと国は言っていますが この問題はそれが言うほど単純なものではないことを示しています。同報告書によると、中共当局は重大な詐欺、通信詐欺、サイバー犯罪のある地として9カ国を分類しており、これらの国に中国人が正当な理由なく滞在することを禁止しているとのことです。この9カ国はカンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、 トルコアラブ首長国連邦ですつまり中国人がこの9カ国に居住することは違法でありたとえ不正行為で告発されていなくても無条件で中国に帰国しなければなりません。中京警察の法執行過程における無法行為は今や監視下にある人権活動家や反体制活動家にとどまらず深刻化しているようです。 現在はあらゆるレベルの警察が統制強化という目的のためにコストを度外視して野蛮な形で法を執行しています。ある論評は「これは習近平政権3期目の中国の象徴だ」と言っています。法律を完全に無視した国家であり北朝鮮式の連座制を敷く悪法国家ではないのかと論評は問いかけています。恐怖で支配する国にとって連座は最も強力な防衛の手段なのかもしれません。 この現象は悪化の一途をたどり収まる気配がありません。グローブメール氏は9月21日、トロント地域にある3カ所の中共警察署が中共の官営メディアに海外警察署としてリストに掲載されたと報じました。マーカムに2カ所、スカボローに1カ所です。3カ所の警察署はいずれも中国人が多く住む地域にあります。グローブメール氏によると、これらの地域で尋ねると、 誰もそのような警察署を知らないし、復讐公安局という名前も聞いたことがないと言います。マーカムの2カ所の住所のうち、1つは個人住宅、もう1つは中国の中小企業やレストランが立ち並ぶショッピングセンターです。3つ目は高速道路に近い商業地にあり、カナダ・トロント複製商工会議所が所有しています。カナダ・香港連盟の氷玉蘭会長は大紀元時報の取材に対し、 中共はこれまで海外での活動を控えめにしてきましたが海外に直接警察署を設置することは中共政権による大変な横暴だと述べました同報告書は容疑者の中には罪もないのに間違った国に住んでいただけの人や脅迫や人身売買の被害者で違法行為に関わらざるを得ない人もいると指摘しています。 福建省専有権炎章鎮出身の李清成さんはカンボジアの首都プノンペンでレストランを経営しています3月11日彼女は炎章鎮の警察から帰国を求められましたが犯罪の嫌疑をかけられたことはない何の意味もない要請だと主張しています報告書には政府の政策により詐欺関連の旧カ国に滞在している中国人は無条件に帰国しなければならないと警察は説明し その後も現地警察から中国への帰国要請メールが送られ続けていると書かれています5月5日中京警察は李さんに通信容疑者リストに載せられたことを伝え彼女の母親の家の電気と水道を止めると警告しましたその後母親の家には通信詐欺の家とスプレーで描かれスプレーの横に関連政策の告知が貼られました報告書では中国語メディアの記事を引用し 李さんの母親は村民委員会に呼び出され、5月31日までに中国に帰国するように娘を説得しろと要請されたとのことです。李さんが中国に帰国したかどうかは不明です。今回の新視点ニュースはここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録、高評価とお知り合いとの共有をよろしくお願いします。